はい、こんにちは、ピカですけどね、ピカーレーシングの車両購入ということで、車買ってくわ、車買うっていうのをね、どんなのがいいかな、ちょっとコメント欄でね、意見がいただきたいので、動画化していきたいと思います。目的がね、ピカーレーシングっていうね、チームをやってまして、そこでね、自動車を作る人、将来的にね、その人に自動車のね、楽しさを知ってもらいたいっていうことで、ね、こんな企画やっていきたいと思います。チームメンバーをね、結構いろいろ集めてるんですけど、ね、結構もう300人ぐらい集まっていますかね。そういう人たちの、将来ね、車を作りたいっていう人たちに乗ってもらってね、車の楽しさを知ってもらうということで、まあ今ね、現在ロードスターがね、こちらのね、画像のこのロードスターね、NC ロードスターが1台ね、ロールケージもしっかり組んで、バケットシートも入った状態であるんですが、これ以外にね、新しい車も必要だよねっていうことで、私も乗りたい、ただ私が乗りたいっていうね、そんな思いもあってやっていきたいと思います。なぜこんなことを言い出したのかっていうとね、その前のね、プレゼンについてちょっと触れときますわ。ピカチャンネル収益公開ってことで、収益をね、公開してました。収益っていうのは何なのかっていうとね、再生数が1日10万から40万ぐらいありますっていうね、すごいだろうって話ではなく、皆さんからいただいた影響力、つまり皆さんが株主で私に影響力というものをちょっとずつ与えていただいた、投資していただいたと思っています。そういうね、皆さんからいただいた資本、影響力を使ってですね、次ちょっとやっぱ投資したいなと、お金も含めてこの影響力を使いながらですね、車を作れる人を作りたいとかね、こう野望があるんですよね。皆さん車好きですからね、車好きの人たちを通して、車好きの人たちの株主さん、影響力を与えていた視聴者の皆さんにですね、それが還元できるようなことをやっていきたいという思いでこれをねやっていますね。こんな形で自動車を作れる人を作りたい、自動車工学を学んでいる人に練習カーに乗らせたいと、理論ばっかりやってる人だとさ、車乗ったことありませんみたいなさ、でも自動車工学的にはこうですよみたいなこと言われたって、いやちょっと待てよと、いや理屈はそうかもしれんけど、俺はそう感じないんだよっていうのは通じないじゃん。いやでも理屈はそうなんですから、車ですか、乗ったことありませんみたいなそれまずくないっていうね。はたまたなんか感性で車を作られてね、なんかポキって折れても嫌じゃんねこれめちゃくちゃ気持ちいいけどみたいな、なんかよく壊れますみたいなのも困るわけじゃん。だからどっちもダメだと思うんだよ。どっちかというと、でも論理的な自動車工学をやってる人が感性豊かになった方がいい、もしくは感性豊かな人が自動車工学を学んだ方がいいと、この両方をねこうやっていきたいということで、楽しい車の世界を知ってもらいたいということで、スポンサー募集しますみたいなことをね、車に乗らせてくれる人募集しますみたいなことをやってましたが、他人任せというよりは、いただいた収益の中で車を買っちゃおうっていうね、車を買ってまあそういうことに使っていこうと思いました。なので車買いますっていう動画です。もちろん皆さんからいただいたね、収益ですから、皆さんも選ぶ権利ありますからね、選ぶ権利があるというか、むしろ俺に権利がないみたいなところあるけど、なので、ちょっとね、それで車をね、買っていこうっていうことです、そういう動機です。じゃあまずね、どんなのがいいかっていうことを考えてるっていうことを、ちょっとね、皆さんにお知らせしながら、候補をね、何台か挙げて、で、皆さんのご意見、コメント欄でいただいてですね、そして最終的に決めようかなと思っておりますと。私がね、要件まとめました。こんな車がいいなーっていうね、こんな車だったら楽しいなーっていう要件があります。で、そちらの方をね、ちょっとご覧ください。まず目的ですね。目的いろいろありますね。まずはね、テストコースとかさ、サーキット走るだけだったらもうわかんねえじゃん。わかんねえじゃん。そういう環境じゃないじゃん。ね、日本の一般公道走らなきゃダメじゃん、楽しくね。まずだから楽しく車に乗れるっていう、これやっぱりマニュアル車だと思うんだよね。俺はマニュアル車であればまあいいじゃん、とりあえず楽しいじゃんみたいなところがあるので、まずこれ公道楽しく走れるっていうね、サイズと、まあ、これで結構要件がね、こっからさらに細かくなってくると思うんだけど、まあとにかく公道楽しく走れますかっていうところがね、一つあると思います。そしてレースにも出れる、ピカーレーシングですからね、レーシングって名前ついてますから、レースにも出たい、こんな車両ですね。そしてドリフトもできる、これもね、ドリフトだけにこだわらずドリフトもできるっていうね、まあもうできるだから、ドリフトができる車じゃなくてね、そこのとこちょっとお間違いなく、まあドリフトもできるよっていうね、そんな感じです。そして安全性ですね、これ最も大事。レースに出れて、公道を走れて、ドリフトもできて、さらに安全性っていうのは、まあ、ロールケージとかね、その辺が必要なんじゃないかというふうに思いますね。バケットシート、6点シートベルト、その辺のね、3種の神器、4種の神器ね。4種の神器なんだそれ。そんなんが必要かなと思います。はい、そして、ここ大事。次、みんなも買える。これがね、大事。みんなが買えるっていうところ大事だよね。やっぱ、みんなで一緒に楽しみたいからさ、ね。なんで、みんなが買える車っていう。ここ大事だよね。これぐらいが要件としてあるかなと思います。その上で私がね、候補ちょっとね、まあこっからね、もうどんな車でもいいですよ、候補ね上げていきたいと思います。はい、まずこちら、これ良くない、これ
ラリーカー、本物のラリーカー、これ TMG っていうトヨタモータースポーツなんとか、トヨタモータースポーツ TMG ってドイツだよね、トヨタのレーシング部門、そこが作ったレーシングカーですね。もう完全なレーシングカー、これどうこれこれこれ安全性バッチリですよ、安全性ね、もうバッチリっすわこれ、もう何があっても大丈夫っすわこれね、はい、これこれ冗談だよ、冗談、はい、冗談ですよ、冗談、すいません冗談です。1100万もするしね、じゃ見ててこれいいなって、これちょっと個人的に欲しいなみたいな。いや、なんなら新車これは結構安いんだよね、もうちょっと出せば新車買えちゃうからさ、これの新車いいなーとかちょっと思いながらね、ナンバーもついてますからね、これちょっといいかなと。そういうことじゃないっていう、はい、そういうことじゃない。まずは BRZ ですね、スバルの BRZ、 これどうですか。そして86、事前情報を言っときますね、86私買いに行きました、もうすでにね、工場出荷目安案内、これね一覧見てみましょう、これね GR86 ね、受け付けてませんでしたね、受け付けてませんでした、売ってなかった、もう売ってないんで帰ってくださいって言われた、何にもできませんって言われた。名前とか住所とか電話番号ぐらい聞いて、なんか入ったら電話するとかさ、なんかそういうサービスないのとか思いますよ。とっとと門前払いされましたんで、はい、ちょっと86はちょっとまあいいかと思って、 PRZ にしようかっつってねだったんだけど、いや俺86が良かったんだけどな、このね要件の、ドリフトもできるっていうね、これでいくと86の方がいいのかなと思ったんですけど、まあ売ってもらえないんだったらもうしょうがないじゃんってなって、まあ BRZ かなというのはあります。そしてね皆さん、先に出てくると思ったでしょ、私の動画でね、はい、これロードスターです、ロードスター、忘れちゃいけないロードスター、まあ、ロードスターのパーティーレース仕様なんかがいいんじゃないかなと思いました。なんで、まあ、ロードスターのね ND のねパーティーレース仕様の お持ちの方、これはね、別途買います、別途この企画とは別に買いますんでね、これ売ってあげるわっていう方、いらっしゃいましたらね、売ってあげるとかじゃなくて、あ、ピカーさんの意見に賛同するんで、こちらの車両どうか、お使いくださいという、乗ってもいいですよっていう方いらっしゃいましたらね、そんな人いないよな、そんな人で買いますんでね、私がしっかりと収益でね、皆さんからいただいた影響力で買ってですね、しっかりとね、そういう人たちを乗せてね、ロードスターの楽しさとか車の楽しさを伝えるという役割を果たしたいと、松田さんねねっつってもういいか、何を言ってんだろうな俺。ということでグレードに関しては、これに関してはもう1個です、1個ですね、欲しいグレードは1個です。あれちょっと待って、ないの NRA ってないの今 NRA、 特別使用者なの、NRA なくなったこと、あ、モータースポーツ別社、別枠だった、別枠、はい、こちらですね NRA、 これまあ値段変わんねえんだな、これ欲しいっすね、これ結局なんだかんだつけると360万ぐらいかな、わかんないけど、だと思いますけどね、これもまあいいかなとは思いますが、まあ今さら ND かなっていうところもちょっと あるのでね、まあ NC も持ってますしね、なんでまあ ND もあってもいいかなっていう感じはしますけど、皆さんにね乗っていただくのに、今んとこちょっとねこの BRZ か GR86 ロードスター、このくらいのところで迷ってるということですね。これはちょっと新車編ということで、まあ、BRZ、GR86 は新車で買った方がいいかなと思ってますが、NRA に関してはね、中古で安くね、譲ってくれる方いらっしゃいましたら、ちょっと教えていただきたいなというのはありますね。もう一個ね、86! 普通の AE86 じゃなくて、普通のね、1個前の86。これがね、案外安いんですよ、今。これならね、こう、要件のね、みんなが買えるっていうところを、満たしてくれるんじゃないかと思います。10万キロオーバーだとね、もう100万以下なんですよ。なんでね、10万キロ以下を3台ぐらい買ってね、みんなでレースするっていうのも楽しいかなっていうね、そんなことしないよね、しないですよね、冗談ですよ、冗談。まあ1台買って、まあ、これならサーキット持ってって、ね、なんだかんだ、軍災持ってってなんだかんだやってもいいのかなっていうね、思いますしね。そういえばアクセスさんね、モーションシムでおなじみのね、アクセスさん、86のレース車両何台かお持ちでしたよね。あれはもらえないのかな、俺。もらえないのかな、おねだりしてるやろ、おねだり、あれもらえないのかな、もういらないんじゃない、あれ俺若い子乗せますよ、
ただあのアクセスさん の, あのステッカーとかもバリバリチューンしてもらって、それ動画に載せるという約束でですね、それをお譲りいただければですね、そのままそのままこうなんていうか広告でね、あの毎回出ますからね、それでくれないかな。あ、そういうのありですよ皆さん。その車にね、あの自社のなんかバーッとこうステッカー貼ってもらってね、この車両ピカーレーシングお使いくださいっていうね、ちょっとピカーレーシングも入れさせてもらうけど、なんかそういう方、そういう方どうですか、どうですか、何回は動画使わしますみたいな条件でねやらせてもらったりもできますけどね、いかがでしょうか。そんなのがあったらね、概要欄からねビジネスメール送れますので、この車両でこれ貼ったらね車両提供しますよっていうね、でなんかいろいろちょっと請求されても面倒なんで、所有権は移していただきたいというところですかね。あと事故っていろいろあるとあれなんで、うちの方でねしっかりと保険の方をやりたいと思いますので、くれるよっていう方ね、自社のね広告のステッカー貼ってくれるよっていうね、俺そのまま乗りますから、ね、はい、俺も乗るしみんな乗せますからねっていうところもありますと。ほらこれ車庫帳入っちゃってさ、もうこんなんじゃん、100万円で買えるから。あ、そうか、これね、MT モード付き AT なんだ、これダメなんだこれ。そうカーセンサーさんさ、これカーセンサー勝手に使っといてあれだけどさ、 MT 選べないんだわこれ。なんかあの、あ、これは MT、 これ104万ですね。 MT ね、 MT 車、6速 MT 車、これどうなの、これどうなんだろう。でここで乗せたらね、もう売れちゃうからね、ここで乗せたら売れちゃうっていう問題があるけどね。まあ、っていう風にね、まあ、86はこう夢があるじゃないですか。これも MT だね。これいいんじゃない、白くて。これいいじゃん。なんなら、レース車両の余ったやつ、あんじゃん、なんか。皆さん、ガレージで寝てるでしょ。レーシングチームの方、GT4 マシンとかね、古いなんとかが、こう、もう、いいよ、あげるよ、これ、っていうね。そういうの、あげるよ、これ。ビータとか、寝てんでしょ、どっか。ねえ、どっかでビータ見たな、なんか。ポルシェがいっぱいあるさ、横浜の、なんつったかな、あれ、ねえ、なんかね、大塚くんがやってるチックショップとか行ったかな、なんかそこビーターが余ってた気がするんだよな、1台なとかね、そんなのおねだりしてる、おねだり、みんなにね、みんなにおねだりしてるわ。いっぱい余ってんしょ車なんてさ、みんなね、乗らせてちょっと集めてさ、みんなでこう車のね違いっていうかさ、こう感じたいじゃん。こうそれでレースするとかじゃなくて、こう乗り比べてもらってね、みんなこうこういう車は、あ、こういう感じなんだとかさ、それでこう構造とかをさ、こう見てさ、あ、こういうサスペンション構造とこの乗り味なんだみたいな、あ、でもその前にこうタイヤが違うからこういう風に違うんだねとかさ、なんかそういうこうなんていうかな、比較が大事だと思うんだよね、車が。そういうのも楽しいじゃん、1台もねずっと乗ってっていうのもいいけど、いろんな車に乗ると、あ、これこうなんだとか、いろいろ分かることがあるじゃないですか。なのでね、たくさん車欲しいかなと思ってますんでね、それにね、あの皆さんゴミになってるやつ持ってっていいよっていうのがあればね、持ってってね、しっかりとねメンテナンスして安全にねやりますんでね。ほら安くない？でもね、問題なのは全部10万キロ超えてるってことなんだよね。10万キロを超えた86にここからロールケージ組んでなんかちょっとなんかね、やっぱりちゃんとした車も欲しいよね、ちゃんとした車。ただ車の運転の練習じゃなくて、やっぱフィーリングとか言い出すからさ、やっぱりそうなるとねっていう感じでね、 GR86、そして86、そして BRZ、そしてロードスターっていうのもね考えておりますね。あとはロードスターの中古ですね。この辺もマニュアルの、あ、 NA か NB か、まあちょっと癖のありそうな車たちだけどね。ハードトップ22万キロも走ってる。あとは、うん、11万キロ、ちょっと走りすぎかな。ノーマルか、18万キロ。よく乗ったね、これ、本当に。あ、NRA。これ、NRA じゃん。これ、よく、20万キロ。20万キロの NRA、70万、高くねえか？ちょっと高くねえかって思っちゃうけど。いや。安いか、むしろ安いか。13万キロ。車庫帳入ってます。俺の NC ロードスター、何キロ？ 3000 キロぐらいじゃない？ 4000 キロぐらいかな。全然走ってないよね、置いてあるだけっていう。いいね、いいじゃん、全然走ると思うよ、この辺の車で楽しいと思うわ。やっぱちょっとずつ程度を求めていくと値段が上がっていくんだね。でもまあ夢のある世界じゃない。いや、マジでこの辺買っても多分十分楽しめますよ、本当に。ロードスターね、全然いい、ポルシェに引きを取らない楽しさだと思いますよ、間違いなく。貧乏人スポーツカーって言われようがね、なんて言われてもいいっすよ、もう全然構わない、乗ったことないんだから。
当にロードスターに乗ると人生が変わるというふうに思いますよ。本当にね、本当に楽しい車、もうロードスター1台ずっと持ってたいっていうね、そんな気分にさせる車がね、こんな値段で人生変わるんだからさ、いいと思いますよ。この辺ね、この辺だからなんか中古のやつを買ってっていうのをやるといいかもしれない、面白いかもしれないね。これまた言うなって言われるんだよね、ロードスターファンからさ。なんか俺がロードスターって言うとロードスターの値段が上がっちゃうからやめてくれって言われるんだよね。言いますよ俺は。でもいいんだもん。あ、これいいね、あ、これいいよ。あ、でもハードトップ、このハードトップはあんまりちょっとバランスがねあれなんだよね。皆さんのためにちょっと俺が選ぶわ、俺が選ぶ、俺が選びますわ。120万までで、距離が少ない MT、 これ、うわー、これだ、これ買うなら、これ買うなら新車買うよな、これ買うなら。あ、 ND が ND 安いじゃん。距離乗りすぎやろ。あ、これ6万キロ。あ、これいいね、ノーマルの。これいいわ。あ、修理歴あり。いやー、難しい車選び。このくらいになるとちょっといろいろあるよね、いろいろあるよね。どれにする？これいいね。俺のロードスター結構高いんじゃないか説あるな。だって、まあ、NC2 で NRA のチャンピオンレース仕様だからねってなると、もうちょっと200万ぐらいすんの、あれ350万で買って、やっちゃったら新車で買うよな、ほんと。あー、ワークの、あ、このホイールいいね、このホイールついてんの。17か16がいいよね、レースするなら。うわ、パーティーレース仕様高いんだね。6万キロも走ってるってこの値段するんだ。あー、これもだ。え、250万ぐらいするんだ。7万キロも走ってる。マジか。250、じゃあ、どうする？誰かちょうだい？ちょうだいじゃねえ。ちょうだいじゃねえ。高くね？そんなんなの今。レース使用車高いんだ。どうしよう。これ新古車じゃん。これ NLA、これ新古車、あ、これでいいじゃん。新古車あるじゃん。納車待たなくていい。これに、これパーティーレース仕様に。でも赤だもんな。白がいいんだよ。はい、とにかくね、車が欲しいということで、まあ FR ベースがいいかなと思うんだよね。車のやっぱり運転を覚えるのに FR が基本かなというところがあるので、まあ、ほとんどの車が FF の中ね、 FR にこだわってるんだけど、まあそれがちょっといいのかなということで、まあそういうのに限らずね、こんな車チームで買ったらいいんじゃないのっていう、中古車も含めてね、このね、要件を満たすね、車おすすめがあればね、コメント欄に書いていただきたいと思います。ちゃんと買いますよ、今回も。はい、ということで、またね、これやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ、でっぱいね。車買うぜ。